そしていきなりこの一番最初に出てくるこのダウンステーズっていうのがポイントを表す副詞っていうのの位置っていうのがどういうふうに意味と関わってくるかっていうのでこの二文を見てみましょうということイエス d デイの位置が最後に来てるか文頭に来てるかっていうところが違うわけですけどもそれだけでじゃなくて結局言いたいこととしてどういう違いがあるかっていう話ですでやっぱり全く 使われている単語は全く同じで、まあ、表されている事実っていうのも昨日東京にいたこの事実自体は変わらないんですけれども全く同じ意味しか表さないんであればこの2通りの位置を占める可能性なんかそもそもなくていいはずなんです。これがここに来てるっていうことはここでこうやって「イエスタデイ」って言ってからこう述べるっていうその理由が必ずあると。で いうことでちょっと考えてもらいますと普段東京に行かないのはどっちっていうことですね東京行ったことが何か激レアなことを言ってるっていう分はどっちかっていうことそれが下の方足を伸ばして昨日に関しては東京まで行ったんだぜみたいなそんな対比を表すっていう ってるのがに来いうパターンですね。じゃあ今度なぜっていう話ですね。なんでじゃあイエスタデーは文頭に来るとまあイエスタデイはというか福祉が文頭に来ると対比を表すのかっていうところなんですけれども文頭の位置っていうのはもともとトピックを表すっていう。 そういうい位置なわけです。で英語の場合まあこんなもんが最初に来ることはありますけれどもまあ文の要素で考えてやると一番最初に来るの何ですかっていう話そうすると英語っていうのは絶対主語が必要な言語なので、えー、主語がまず来ますよねと文の要素ではということは主語っていうのは結局シャーロック っていう風に話し出したらあこれからシャーロックが何したとかシャーロックがどういう状態かっていうシャーロックについての話トピックがシャーロックなんだっていうことが分かるしジョーンっていう風に話し出したらジョーンのことについて語るんだっていうふうに相手の聞く構えというのがあこのことについてこれから話していくのねっていうことでシャーロックと言って語ればシャーロックのことをかえっ、ー、と シャーロックについてのことを語るっていう構えができるんであジョンの話はしないんだな一種この時点で選択が起こってるわけですよこのこれから言う文の主語トピックっていうのはあくまでシャーロックであってジョンでもないレストレイトでもないっていうところで対比が起こっているこれがより明確に現れるのが副詞が一番前に出てきた時 他の日ではなくて、トゥデイではなくて、トゥモローでもなくて、Yesterday は I went to Tokyo っていう形になるんだということで、ここに出てきてもらうとトピックの部分を占めるわけなので、他の日じゃなくて、Yesterday、昨日について話しますよっていうことで、聞き手はその構えができるし、話してはその構えを作ってもらうように、あえて持ってきてると。 ということで、じゃあこういうことを、こういうトピックっていう位置を占める副詞っていうのが、どういう時に現れるかというと、やっぱり場面展開の時に、つまりこれ、当然シーンが切り替わってるわけですから、DVD で見てもらうと、えー、今までこう、室内からでしょうね、おそらく。え車、ー、録が Going してるから、 下に駆け下りてるっていうそのシーンまで、えー、一つのワンショットとしてこうそこまでのシーンっていうのが切り取れられていてでカットが切り替わってますカットが切り替わってここからまた次のシーンに実際あのカット割りとしても入ってるっていうところでそこの切り替えっていうのがじゃあこれから、えー、外のシーンに入っていきますっていうこの場面展開の時なんかにえー こういう福祉っていうのが入ってじゃあここで切り替わるっていう読み手の意識がここで変わってくるわけですね。